TBS サンデーモーニングが大炎上、関口宏氏らが暴言連発、本日も TBS のサンデーモーニングが変更報道を連発してしまいました、まず桜を見る会について、アナウンサーが、ジャパンライフが宣伝に使っていたというチラシ、この招待状はジャパンライフが行政指導を受けた翌年の2015年に、当時の山口会長に送られてきたものだといいます。 このチラシで会員を受け4200万円を出資したという女性は、政治家の名前を出されたときはすごい。ジャパンライフって信用のある会社なんだって話したと報じておりましたが、この桜を見る会にジャパンライフの会長が招待された時点では、政府はジャパンライフに対して行政指導までしか行っておらず、 この行政指導が問題だというのであれば、総務省から、総務省などから、日本政府から何度も行政指導を行われている TBS はどうなってしまうんでしょうか。この例ですと、総務省が TBS が虚偽報道を行ったとして、行政指導を実施しております。また、チラシに政治家が書かれていたというのであれば、 同じチラシにこのようにマスコミ関係者の方々が名前を連ねていたことも紹介するべきなんじゃないでしょうかさらにこういったマスコミはこのマルチ商法の企業から金を受け取り宣伝をしていたという事実もございますマスコミがジャパンライフが問題だというのであれば ぜひともマスコミがですね、このようなマルシ商法の被害を拡大した要因の一つであると、しっかりと報じていただくようにお願いいたします。この件について、谷口真由美さん、政治家が官僚に嘘をつかせているのではないか。苦しくて嘘をついてるんじゃないかと見えてきて、 嘘をつかせているのは誰なんだ。それも私物化なので、公では言えないのかなという気がして、すべて私物化という気がするとなっておりまして、谷口さん、こういった公共の電波で発言されるのであれば、ぜひともご自身の妄想ではなくて、事実、真実に基づいた発言を行っていただくようにお願いいたします。 さらに、関口博さん。何か最近起こることは図式が似ている。何かが起こる。すると、その担当者が何かに忖度するのか。自分の身の保全は図るのか。とにかく、本当のことは言わない。隠しちゃう。同じなんだよね。と、なっておりまして。この、関口さんの発言。まあ確かにですね、森かけ、桜を見る会と、 おかしな野党やマスコミによるデマが垂れ流され、そのデマが政府によって完全に否定される事態が続いておりますが、この桜を見る会について、またジャパンライフについて、マスコミも当事者でございますので、ぜひともマスコミがこういった ジャパンライフと関係を持っていた、さらに金を受け取って、宣伝をしていたという事実を隠さずに、しっかりと事実を報じていただくようにお願いいたします。さらに、韓国問題についてアナウンサーが、半導体の生産に欠かせない復活水素は、日本の輸出管理で前年の 未満にままで減減少、少韓国も半導体のの輸出量が前年のと3割以上減少しています。日本から韓国への10月の輸出額はビールやインスタントラーメンがゼロ、今も続く日本製品不買運動の影響がはっきり現れていますと、それに対して関口宏さん、お互い困っている部分もあるわけだねと主張されていたんですが、 こちら、韓国は困っているのかもしれませんけども、日本は全く困っておりません。さらに、韓国の半導体の輸出量が減少しているのは、日本の輸出管理が原因ではなくて、現在、半導体は韓国だけではなく、世界的にですね、もう在庫が余っていて、だぶついており、価格が下がっているため、これ以上出してもですね、 輸出しても意味がないとして輸出を減らしているんじゃないかと思われます。こういった半導体が下がっているため、カメラやスマートフォンで使う SD カードやパソコンで使う SSD などの半導体製品が相当安くなっております。また、ビールについては、日本製のビールの韓国での売り上げは 年間で見ても、日本のビール市場、ビール業界の売上に対して0.1%か0.2%程度であり、韓国に対する輸出がゼロになっても、日本にはほぼですね、影響はございません。この韓国問題において、関口さん。 日本も困っていると主張されておられますが、実際に数字を見ますと、日本には影響がないというのが事実でございますので、関口さんには、この韓国政府、韓国の自治体が主導する日本排除によって、実際に被害を受けているのは韓国だけであると、番組にて説明していただくように、 お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。